はいでは、リクルートの AWS 基盤におけるテラホーム運用、実践的な取り組みと組織づくりという題で、えー、リクルートの須藤から発表させていただきます。よろしくお願いいたします。えー、私、えー、クラウドアーキテクトとしてリクルートで働いております。で、えー、インフラソリューションユニット SREV クラウドグループという部署 におりますクラウドの横断基盤を管理、運用を改善している組織になります。AWS 基盤チームであるセントのリーダーをさせていただいております。でプライベートに関しては猫を飼っていますというのと、あと昨年、娘が生まれまして、えー、子育ても頑張っておりますという形になっております。あと、個人的にはあのピザも好きで。 ピザと猫の T シャツを着てたりもします、はいでえー。組織の紹介と、セント基盤とセントチームについてお話をさせてください。えー、リクルートの主要事業、えー、メディアソリューション事業、えー、HR テクノロジー事業、これがインディードをはじめとする事業ですね。それから人材派遣 事業とありますが我々株式会社リクルートはメディアソリューション事業をやっている事業会社ですね事業会社の観点でこんなことを考えながらこういうことをやっているよっていう話をしていきます我々銭湯についてはライフスタイル領域サーズ領域に対して AWS 基盤を提供してまして旅行飲食 利用、エアビジネスツールズを中心に、えー、関連サービスやアプリを提供している事業領域になっております。で我々、えー、の、えー、ライフスタイル領域、SARS 領域のための AWS 基盤セントなんですが、今、AWS アカウント数としては104アカウントを管理しております。でまたエンジニアの数は、えー、8人から12人くらい。 おりますこれはあの兼務とか支援の関係でこう柔軟に対応しているためにチームの人数がかなり変動しやすいという性質があるためですで。我々のチームの特性なんですが IRE であり CCOE であるという立場になります。えー、IRE というのはインフラストラクチャーリライアビリティエンジニアリング SRE の中でも特にインフラに対して 対して責任を持つとということですねでまた CCOE はクラウドセンターオブエクセレンスの略で、えー、クラウドに関して卓越した知識を持って規範、えー、的な、えー、活動をしていくという、えー、組織になります IRE としては基盤コンポーネント、えー、ID 管理ですとか踏み台 VPC 専用線は ネットワークフォレンジック、メールゲートウェイ、リアルタイム監査といったものを管理・運用しています。また CCOE としては、規範的・助言的な活動ですとか、プロダクトに対する伴走、あるいは新機能、AWS の新機能の検討・検証、e、EOSL 対応といったことをやっております。我々、セントにおけるテラフォームが、 どういった歴史を持っていて、どういった実践的プラクティスを行っているのかを紹介していきます。まず歴史についてなんですが、セント2016年頃から始まっております。初期のセントは手動構築をしておりました。ただアカウント数が増えてすぐに自動化したくなりました。2017年には クラウドフォーメーメションを利用していますただ、えー、リソース名に、末尾にランダムな文字列がつくことがこう、コミュニケーション上のネックだねっていうことが分かってきて、えー、翌年、2018年にはテラフォームに完全に移行しました。で、t e r r a f での運用が軌道に乗ると、えー、管理アカウントの増大に合わせてテラフォーメンタープライズを検討し導入した。 といった流れになっておりますでなぜテラフォームなのかといったところなんですけども、えー、テラフォーム HCL という言語で記述します。でこれが、えー、誰が書いてもほぼ同じ書き方になるっていうインフラストラクチャーズコード向けの言語だなと思ってます。10人を超えるチームでこの言語特性は非常に嬉しいですね。で名分化された 規則があるとなおいいかなと思っていますでまたえー、とテラフォームが、えー、インポートなど、えー、TF ステート管理の手段を豊富に用意されてまして、えー、実際に存在するリ,リソースとテラフォーム上の記述の差分が生まれた時の解消方法も充実していますさらに AWS 以外のクラウドでもテラフォームに関するスキルが生きるといったところで、えー かなりメリットが多くありました。で、現在、えっ、ー、と、テラフォーム h c l と、えー、比較されやすいのはプルミアや CDK かなと思ってるんですが、えー、こういったツール、言語の柔軟性によって、人によって書き方が異なる状態が生まれやすいのかなというふうに考えてます。で、1人とか数人においては、かなり、えー 高いレベルの効率化ができても、チームが大きくなるとレビューとか技術継承のコストが重くなりすぎるのかなというふうに考えています。でまた、えー、クラウドフォーメーションについては、先ほども申し上げましたが、ランダムな文字列が付与されるリソースが作られてしまうことが、えー、大きなネックかなというふうに考えました。えー、多数のアカウントを横断的に運用するときに、アカウントを横断で リソースを同定するっていうのが難しくなってくんですね。であとは JSON とか YAML の可読性とか保守性の低さがあって、一時採用したんですが、やめて Terraform に移行したっていう経緯になっています。我々が、えー、使っている Terraform Enterprise の構成、ざっくり紹介します。えー、ソースコード管理に GitHub Enterprise を利用してまして、 でこの GitHub Enterprise が IP ホワイトリストによるアクセス管理をしています。なので、Terraform Cloud を採用できませんでした。なので、NAT Gateway の固定 IP を利用して、Terraform Enterprise と連携させるといった形になっています。Terraform Enterprise 自体も、スポットインスタンスをオートスケーリンググループを通して利用することで、比較的安価に。 えー、利用することができてインフラコスト最適化できているといった形になっています。で、この TerraformEnterprise から各アカウントの、えー、設定をプロビジョニングしていくという構成になっています。TerraformEnterprise 導入誌のエピソードについては、えー、テックブログにも、えー、記載して公開しておりますので、興味ある方はご覧になってください。 で我々、セントにおけるテラフォームの運用フローを紹介します。GitOps と人間によるアプルーブの併用をとっています。まず最初に、えー、プルリクエストを作成して、で、プランをチェックします。この時に、えー、望ましくない差分が生じていないかについても確認しています。また、プルリクエストテンプレートを利用して、 えー、影響のあるドキュメントも合わせてレビューするというプロセスを採用しています。プルリクエストがデベロップブランチにマージされると、す、え、べ、ー、ての開発環境にオートアプライされていきます。でその後、えー、本番環境については、プランの内容を見て、えー、アプローブしていくという形に、えー、マニュアルアプライの形にしています。 これは、えー、意図せぬ障害を起こさせないために、えー、このテラフォーメンタープライズの機能が必要でした。テラフォーム o r m ー n t ンタープライズを導入したことによる効果も紹介します。えー、テラフォー f o r m e n t e r 導入前に、えー、コードレビュー等で、えー、客観的に後から確認できるプランの数っていうのは、年間9 4人。 件件ぐぐららいいでで、えー、アプライの数は件ぐらいでしたこれが、えー、テラフォームエンタープライズの導入後はプランの数は1万1400件ぐらい年間で走るようになっています、えー、頻度で言うと12倍をちょっと超えるぐらいですねでアプライの数も1020件ぐらい走っていますでこれはベロシティとして2.6倍ぐらいになっています いますつまりかなり業務が効率化されてスピーディーになったと言えますね。えー、テラフォームエンタープライズ導入前、リ、え、ン、ー、に持っていく時の試算でどんなことを考えていたかっていうと,、えー、っと、テラフォームとか CICD のスペシャリストがテラフォームの CICD ワークフローをメンテナンスし続けるよりも、えー、テラフォームエンタープライズを購入した方が、PC 使用総保有コストがやや低いよねということを、えー、試算して明らかにしました。でまた CICD ワークフローをメンテナンスするためのエンジニアの稼働を別の価値発揮に活用できるよねというのも、えー、ポイントになりました。で実際の効果なんですが、えー、全アカウントに反映する必要がある構成変更にかかる時間がおおむね4分の1から5分。 5分の1程度に短縮されました。で、えー、TCO も試算時よりもさらに低い、あるいは、えー、と同じ期間に埋める価値がさらに大きいということが分かりました。ソースコードレビューにおけるプランの確認も早く楽になったことで、プルリクエストの修正サイクルも短くなっています。にもかかわらず、AWS アカウント数が増加していくんですが、 これによる稼働の層がほとんどなくなっています。これが非常に嬉しいポイントでした。TerraformEnterprise、月に1回から2回くらいアップデートがありまして、管理画面からアップデートボタンを押すだけで、簡単に常に最新版の TerraformEnterprise 利用し続けられます。新しい Terraform ラ,ランタイムバージョンの導入もこの時に行われるので、バージョンアップも結構楽にできます,す、ね。 でえー、そういったテラフォーム運用のためにどういった組織づくりをしているのかについても紹介させてください。えー、セントチーム、えー、提携業務が13%ぐらいあります。でそのほかはアジャイルプロセスで業務を行っています。えー、このアジャイルの部分っていうのは、2週間1スプリントのスクラムスタイルをとってます。 インフラ組織だけど、アジャイルアプリケーション開発のプラクティスを実践しているという形になります。これは新しい AWS の機能をすぐさま、えー、基盤改善に取り込めるように、えー、フェイルファストができるようにということで、えー、やっています。毎日、えー、朝会デイリースクラムですね、で各種ダッシュボードの確認とか相談、議論なんかをやっています。 やったほうがいいと思うことを各自が提案してで、それをチームとして判断していくっていうような、えー、チームになっています。提携業務の部分については、えー、我々われ、輪番って呼んでるんですけども、えー、スプリントごとに輪番担当を入れ替えています。でそれによって、えー、スプリント単位で提携業務と運用改善を行ったり来たりすることになります。 徹計業務は、えー、プランニングせずに利用者からの問い合わせとか、えー、アラート通知を起点に、えー、対応していくという形になっています。こういう形で、えー、プロダクトとのコミュニケーションや徹底業務の中から負を見つけて改善や自動化を考える機会にしていくという形になっています。徹底業務の比率。えー チーム発足当初は40%近く、もしかしたら50%近くあったんですけれども、えー、改善や自動化を繰り返すことで割合を減らしてきましたで、えー。スプリントプランニングでもちょっと工夫をしています。通常のスプリントと割り込みスプリントというのを用意していて、えー、プランニングで通常のスプリントを 通常スプリントに計画したタスクとストーリーポイントを積むんですが、緊急度の高い対応が発生したら、割り込みスプリントにタスクとストーリーポイントを積むということを随時やってます。これはチームの動きが硬直化しないように、タスクの優先の変更を常時許容するということによります。また、スプリント内での感謝を伝える MVP コーナー。 インフラ組織どうしてもこう動いて当然感謝されることが少ないみたいな傾向になりがちなので、えー、価値の高い取り組みとか助かったことにフォーカスして感謝を伝え合うっていうことをやっていますこういった組織づくりの結果、えー、先日テラフォーム AWS プロバイダー4.0.2 リリースされたときに S3 のブレーキングチェンジズがたくさん出ていたと思うんですが、これに対して我々が管理するテラフォーム219ファイルに影響がありました。これに対して5日、護営業日ですね、5日ですべての対応を終えることができました。なので、その柔軟なプロセスっていうのが。 役に立っったかなと思っていますテラフォームについてはコードレビューもちょっと他と違うことを考える必要があるのかなと思っていて我々、えー、社員3人でパートナー9人のソースコードを必ずレビューしています、えー、テラフォームのソースコードを読み書きできる社員、えー、最低でも2人は必要かなというふうに考えていますで適切なレビュー がされないままの、えー、ISC はメンバー交代で運用が回らなくなって悲惨な結末を迎えるケースっていうのがあります。なのでソースコードに対してオーナーシップをしっかり持ちたい。で、えー、i a c において、えー、ソースコードって基盤そのものなんですよね。なので、えー、そこをちゃんと見ていくっていうことをやってます。で先ほども、えー 申し上げた通り、プロリクエストテンプレートを利用して、チケットとか関連ドキュメントまで確認して、えー、運用の正常性まで担保しているという形になっています。テ e フォームのコードレビュー、アプリケーションと異なる観点を持つ必要があるかなと思っていて、モジュール化が適切かどうか、えー、既存のステート、d f ステートがどうなるか、えー、AWS クラウドサービスの使い方として適切かどうかといったあたりですね。でリソース名の変更も、えー、アプリの変数名変更よりは運用コストが高いです。DB のスキーマ変更に近いのかなと思っています。Terraform のバージョンとかプロバイダーのバージョンについてもそれぞれポリシーを持っておくといいのかなと思っていて、えー、ここがふにゃふにゃしているとちょっと。あの いろんなメンバーが困っちゃいます。我々は、えー、テラフォームバージョンは固定して年に1回から2回程度バージョンアップをかけています。プロバイダーは最新に追随するといったポリシーを採用しています。で我々 TerraformAWS、えー、プロバイダーにコントリビュートしているメンバーなんかもいたりして、えー、AWS WAFV2 の WebACL で のマネージドルールグループのバージョンサポートなんかのコントリビュートが出ていたりしますで、えー、エンタープライズ企業のテラフォーム運用でこういうことを考えるといいんじゃないかなと思っている内容を書かせていただきましたまず最初なんですが tco 総保有コストを考慮してほしいなと思っています、えー えー、コードビルド、コードパイプライン、サーク c c i SSM オートメーション、ジェンキンスなど、まあ、いろんな CI/CD ツールがあってで我々自前で CI/CD パイプラインを構築することもできたんですけども、えー、TCO が優れたテラフォームエンタープライズを選択したっていう経緯があります世の中にすでにあるもの車輪の再発明みたいなことをやると特に大きい組織では TCO が重くなる ありがちなのかなと考えてますで、えー、あとはフェイルファスト、コンティニュアスエンハンスメントだったりですね、クラウドでただ運用だけしていたら腐ると思っていて、えー、クラウドの組織は改善し続けることがスタートラインです。でより良い方法を常に探して、えー、素早く失敗して素早く改善するという文化を作り込んでいっています。 日々選択肢を議論し合って失敗を糧として喜んでいよいよ打ち手を装着していくといった形ですね。なので、えー、と2ヶ月頑張ってだめでしたってなるよりは2週間でこれ使えそうかどうかって判断していくようなイメージです。あとはソースコードとかステートレベルで統制が取れるチーム作りもしてほしいなと思っていて。 ソースコードの読み書き、レビューができるレベルのマネージャーかリーダーとサブリーダーを置きましょう。で、えー、短いサイクルでソースコードレビュー込みでのシステム変更ができるっていうのは、競争力の厳正になるのかなと思っています。あとは、クラウドの新機能とか、テラフォームの新バージョンのキャッチアップに時間を割いて、えー、あこういう変更があるんだなっていうのを しっかり追いかけていけてると良いです最後に、えー、メンバーが入れ替わってもチームが継続できるかっていうことを気にしてほしくて、えー、自動化してもドキュメントが不足すると継承されないんですよね、えー、全員が誰かに交代するっていう前提を持ちながら、えー、業務をしていくっていうのが大事かなと思ってます。 そのためにソースコードの変更、プロセスの改善、ドキュメント化っていうのをセットで仕組み化していっています。で我々のチーム、年間2人から3人ぐらい入れ替わっているんですが、それでも大丈夫、えー、こう回り続けているっていう形になっていてで、チームを去っていく人っていうのも成長して飛び立っていくっていう形にあるので、 非常にいいサイクルが回せているのかなと思っています。でちょっとスライドを用意していないんですけれども我々え旧来の踏み台から、えー、端コこプバウンダリーに、えー、変更できないかといったようなことも検討してまして、えー、機能って一部こういうのがあると嬉しいよねっていうのも分かってきてい いるので、そういったところでハシコープさんの、えー、貢献に期待している部分もございます。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。